レオン・ポー、レオン・ポー、レオン・パオ・ジュニア、1984年1月22日帯は、アメリカ合衆国カリフォルニア州オークランド出身の元バスケットボール選手。NBA のボストン・セルティックスなどに所属していた。数々の逆境を乗り越えて NBA 選手になったため、周囲からはザグロー・オンマンと呼ばれている。7人兄弟の長男として生まれた。 彼が2歳の時父親が家から去り、ポーは貧困の中で幼少期を過ごした。母親のランドリーは定職につけず転職を繰り返したが、それでも懸命に子供たちを育て、またポーもフリーマーケットでわずかばかりの金銭を稼ぎながら一家の家計を支え、貧しいながらも兄弟たちが揃った幸せな日々を過ごしていた。1991年、 ポーが7歳の時に自宅が火事に遭い、一家はホームレス生活を余儀なくされた。一家はおばや祖母の家、ホームレスのための避難所、粗末のアパートやモーテル、時には廃車の中など住みを転々とした。極度の貧困は母親を犯罪に走らせ、1994年、ポーが10歳の時に万引きで逮捕され、さらに福祉詐欺でも有罪となった。 ソーシャルワーカーの判断により、ポーを含む兄弟たちは全員里子に出され、一家は離散した。その後のポーは、麻薬取引にも手を出す不良グループと付き合うようになったが、中学生になってからは、次第にバスケットに熱中していくようになる。高校は、オークランド工業高校に進学し、ここでポーは、著しい成長を見せた。ポーは、兄弟の面倒を見るために、 しばしば学校に通えないこともあったため、高校1年生の時には学業の遅れを取り戻すべく、周囲の助けを借りながら勉学に励んだ。そして2年生になるとバスケット選手として頭角を表し、チームの主力選手の一人が長期欠場したのを機械エース級の活躍を見せるようになる。このシーズンは平均24得点13リバウンドの成績を記録し、 ートーナメントでは準決勝まで勝ち進んだ。ポーの評判は芝叩く間に広がり、アディダス ABCD キャンプにも招待された。練習試合では15得点を記録し、大学や NBA のスカウトからも注目を集めるようになった。3年生のシーズンには、平均28得点14リバウンド3ブロックの成績を残し、ートーナメントでは決勝にまで進出。決勝の四日前には、 病の床についていた母親のランドリーが、他界してしまうが、ポーは逆境にもめげずにチームを優勝に導いた。最終学年には27.4得点14.2、リバウンド3.1ブロックの成績を残し、ゲータレード選出のカリフォルニア年間最優秀選手、パレード選出のオールアメリカファーストチームに選ばれた。州トーナメントも連覇し、マクドナルドの高校オールスターゲームにも出場した。 彼の背番号は、同校発の永久欠番となった高校での目覚ましい活躍により、奨学金を得たポーは、カリフォルニア大学バークレー校に進学。1年目の2003から04シーズンから、主力選手として活躍し、15.1得点9.5リバウンドの成績を記録し、パックマイナス10カンファレンスでは、初となる1年生でのカンファレンスリバウンド王に、輝いた。 さらにカンファレンスの新人王も獲得した。翌2004から05シーズンは膝の故障によりシーズンを全休したが、翌2005から06シーズンには復活を遂げ20.5得点10.1リバウンドの成績を記録し、カンファレンスの得点王とリバウンド王に輝いた。得点王とリバウンド王を同時に達成したのは同行発、カンファレンスでも6人目であった。 またカリフォルニア年間最優秀選手 AP 通信 ESPN.com 全米バスケットボール記者協会のオールセカンドチームに選ばれた在学中の平均17.8得点は同行6位9.8リバウンドは4位2005から06シーズン通算フリースロー指導数270本成功数194本は同行の新記録である 大学では2シーズンだけプレーし、2006年の NBA ドラフトにアーリーエントリーした。大学ではエースとして活躍したポーダがパワーフォワードとしてはサイズが足りないため、ドラフトでは2巡目49位という開指名を受けた。指名したのはデンバーナゲッツだったが、その後ボストンセルティックスにトレードされた。ルーキーイヤーとなった2006から07シーズン。 セルティックスは故障者が続出し、チーム記録となる18連敗を記録するなど、悲惨なシーズンを送っていた。しかし、ドラフト会指名のポーにとっては幸運に働き、特に故障者が多かったセンターのバックアップとして、比較的多く出場機会が得られた。このシーズンは63試合に出場し、平均11.4分の出場で4.2得点3.4リバウンドの成績を残した。 オフに入るとセルティックスはチームの大改造を行い、ケビン・ガーネット、レイ・アレンといった大物選手を次々と獲得、その代償として10人の選手を放出した。セルティックスに残ったポーはガーネットのバックアップとして期待された。レギュラーシーズンはガーネットのターゲットセンター外戦試合となった2008年2月8日のミネソタティンバーウルブズ戦で決勝のレイアップシュートを決め、 さらに、ガーネットとアレンが、同時に欠場した4月16日のマイアミヒートで、25得点11、リバウンドを記録し、チームを勝利に導くなど期待通りの働きを見せたが、プレイオフに入ると、ベテラン PF の PJ ブラウンに出場時間を奪われ、途端に存在感が薄れてしまった。大型補強のかいあって、一躍リーグのトップチームに躍り出たセルティックスは、プレーオフも勝ち抜き、 ついにはファイナルに進出するが、ポーの出場時間は、プレーオフ1回戦では、平均17.7分あったのが、カンファレンス決勝では4.5分にまで削られていた。しかしロサンゼルスレーカーズとの NBA ファイナル第2戦で、ポーは脚光を浴びる活躍をする。この日のポーの出場時間は15分に満たなかったが、シュート7本中6本成功、21得点を記録し、 チームの勝利に大きく貢献した。試合は終盤レイカーズの猛反撃に遭い、危うく敗北してしまうところであったため、特にポーの活躍が光った。ハーフタイムにはポーの追い立ちが紹介されたため、その波乱万丈な人生とともに、ガーネットらの影に隠れた無名選手の名前が一気に広まるきっかけとなった。シリーズは4勝2敗でセルティックスが制し、ポーは NBA2 年目で早くもチャンピオンリングを手に入れることとなった。2010から11シーズンはクリーブランドキャバリアーズで14試合出場した後、2月24日にウェーバーされた。その後3月にメンフィスグリーズリーズと契約、この年合計30試合に出場した。2012年3月、プエルトリコのチームと契約した。 パワーフォワードとしてはサイズに恵まれなかったが、その分を屈強な肉体と運動量で補い、インサイドでも勝負ができる。腕が比較的長く、リバウンドで強さを発揮する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。